はい、どうもこんにちは、ケンケンです。今回でファッションカテゴリーは第8弾となります。今回はですね、今までは大体、何々といえばという、老舗ブランドを中心に紹介していたんですけれども、今回は私が好きなブランド、いわゆるドメスティックブランドになるんですかね、こういったものも今後紹介していきたいと思うんですけれども、ちょっとニッチな部分、有名ではあるんですけれども紹介となります。ビズビム、こちらのブランドを紹介していきたいと思います。はい。ビズビムは、靴ブランドとして2001年に始まりました。で、その2年後2003年にアパレルの展開を、開始して現在に至ると。で、デザイナーの中村博樹さん、こちらの方はもともとスノーボードのブランドであるバートンのスニーカー部門であるグラビスに在籍していたことがあります。はい。で、そういった経緯からも靴ブランドとして指導してるんですけれども、はい。その靴の最初に出たものもそうなんですけど、グラビスの時からライバルを私も購入したこともあるんですけれども、割と革新的なものも作ってたんですけれども、ビズビムの靴は本当にね、今いろいろな多分ブランドも真似してたりするような節があるようなものもあるぐらいのもので、トゥンブリーから始まって、有名な FBT であったり、クリスト、セラ、キーファー、ローガン、ブーツタイプだとセブンホールだったり、私も所有して気に入ってるバージルだったり、本当に多岐にわたる靴はいろいろ出してますんで、私も10足15足以上は所有いまだにしてまして履いてます。はい。で、そうですね。で、その後に、2006年に、東京の表参道に FIL、FIL っていうのは、フリーインターナショナルラボラトリーの略称ですね。ブランドが大切にしている素材やパターンの研究を行うラボラトリーを意味しています。店内には、一点一点のね、プロダクツが丁寧にディスプレイされてるんですけれども、基本的にコンクリートの、打ちっぱなしで白い壁が、クリーンな空間で、商品を際立たせてるような、いうディスプレイになってまして、この中村博樹さんのすごいところが、もちろん丁寧なものづくりっていうか、革新的なプロダクツもそうなんですけれども、見せる部分ですね、お店の直営店っていうのはすごく素敵な空間で、FIL ってそのできた当初から、足しげく通った時期もあったんですけれども、今も本当その影響を受けすぎて、自分が家をね、リフォームして新築リフォームするときに、玄関先はかなり FIL に影響された作りというか、ちょっと真似してる部分っていうのがあるぐらい、かなり影響されてる面が大きいです。で、靴ブランドで始まったんですけれども、小物類だったり洋服とか、いろいろなバッグ類だったり、もうすべて生活必需品すべてっていう形ですかね、のものを販売しているような、ブランドで、今はもうちょっとトップメゾンなんかと変わらないような、コレクションブランドじゃないんですけれども、もうかなり高価なものに、素材のこだわり等々もありましてなってまして、最近ではちょっともうなかなか私も手が出ないので購入に至ってない部分はあるんですけれども、ちょっと過去の作品、ちょっと全然、まだまだこれだけじゃ今日紹介しきれない部分はあるんですけれども、何点かお気に入りのものを紹介していきたいと思います。はい。で、まず最初に、全然ちょっと靴ブランドって言って関係ないんですけども、ルームスプレーになります。こちらが、パリのフレグランスデザイナーのブレイズ・マーティンとのコラボレーションになります。で、これがね、各店のその FIL の直営店が各地方を含めて、あるんですけれども、そちら の FIL のお店のイメージで作ったと言われてるんですかね、ナンバーワンからナンバーセブンまであるんですかね、こちらは東京の FIL 東京のイメージでナンバーワンっていうもので、私ナンバーワンの香りがすごく好きで、これはスプレーなんですけれども、キャンドル型 のものも、大きなね
キャンドルの販売してまして、そちらは玄関に飾っていまだに匂いをちょっと少しずつ使って楽しんでるような状況です。はい。でこちらがフレグランスになりますね。で続いて紹介するのが、これセイコーとのコラボレーションですね。ワイヤード H っていうモデルで、はい、こちら限定200生産だったのかな。裏にもシリアルナンバー入ってるんですけれども、このベゼルの部分がビズビムのその当時のシーズンの象徴となるデザインになってまして、ベルトにもちょっと一部レザーがあしらったりとかしてあって、かっこいい、ちょっと、唯一無二の特徴的なデザインにはなりますね。はい。でこちらも黒と白で販売してて、白も含めての200だったのかちょっと記憶にないんですけれども、黒200、白100だったのかな。はい。でやはりちょっと白とかだとこういうものだと汚れも目立つと思って、迷わず黒を買ったんですけれども、はい。こちらもね、ビズビムの全般に言えるんですけれども、本当に商品だけじゃなくて、その今回でこちらの時計なんかで言うと、このケースもすごく凝ってまして、レザーですね、これスウェードでできてるのかな。はい。これも時計ケースもこんな立派なものになります。はい。でこちらも大切に取ってあるんですけれども、いちいちいろいろ凝ってるね、部分がありまして、全てが、素敵なブランドだなといつも思っております。はい。で続いてちょっとシーズンごとのあれですね、冊子になるんですけど、こちらがブランド立ち上げ当初から行ってると思うんですけど、今はちょっと購入した方限定になってるのかな。一時期もう DM で郵送、それこそ郵送してもらってたんですけれども、もうかなりこれもう一冊かかるのに相当の費用がかかってるんじゃないかっていう立派な、はい、冊子になってまして、中にシーズンごとの、アパレルだったり、アパレルはじめね、当然靴も含めてカラーで、オールカラーでこう載ってるような冊子になります。シーズンごとの、はい、カタログですね。こちらももう10冊以上あるんですけど、未だに取っといてリビングに飾ってるようなものになります。はい。でひろきさん自身も書籍出してたりして、それも購入してる、普通のファンなんですけれどもになっちゃってるんですけれども、はい、持ってます。で靴ですね、ここでちょっと靴は一足ぐらいその中でも紹介しておかなければなっていうところなんですけれども、はい、ちょっと好きが高じて、これも京都の FIL のこれも影響で、こういった木の箱にガラスケースをリフォームね、家作る時に友人にちょっと頼んで、建具屋の友人に頼んで作ってもらったんですけれども、その中にこう靴をディスプレイして飾って、引っ越した当初はね、新築当初の時には玄関にも飾ってたんですけど、今はもう自分の部屋に置いてあるんですけれども、一回も履いてない、これはキーファーハイっていうモデルになりまして、はい、村上隆さんと藤原宏さんがハイアンドローっていうのを買い替え機器店っていうものを、以前、行ってまして、そちらが、そちらの時に限定で販売した、ものになります。2008年の秋ですね。はい。買い替え機器ギャラリーっていう東京の港区で、行われた時に限定販売したものになりまして、はい、こういったタグがついてますね。ちょっと見えますか、タグ付きですね。で後ろのヒールの部分が黄色のレザーの切り返しになってて、このフラワー、村上さんのフラワーが描かれてるんですけど、ちょっと見にくいですかね。ですね、これどうしても履けずに、もう未だにディスプレイのみなんですけども、このもう12年13年の時を経て履いてみようかなって最近思っております。はい。キーファーですね、特にキーファーは履きやすくて、キーファーだけで3、4足持ってます。いろいろマスターマインドのコラボレーションの靴だったり、コラボレーション、いろんなドメブラだったり有名ブランド、ギャルソンとかともコラボで作ってたりとかもしますね。はい。それであと、こういった、結構ビズビムだとエルクレザーとかもかなり流行らせたブランドの一つだと思うんですけれども、これは手袋ですね、グローブになりまして、これエルクレザーの
これもかなり昔のシーズンのモデルになると思うんですけれども、はい、であったり、あと、まあ、アウターも数点持ってたり、あのシャツ類もあるって言ったんですけれども、これもかなり初期の頃になるんですけども、 M65 のモデルの、まあ、ガイドジャケット、この時はガイドジャケットっていう商品名じゃなかったかもしれないんですけれども、はい、これインナーにもあの装着できるあのダウンがありまして、あのかなり当時もそういうライナー付きっていうのはなかなかなかったんで、はい、革新的なものがあったと思うんですけれども、これが、まあ、ゴアテックスですね、はい、ゴアテックス素材で、このシームテープがカラーがね可愛くて、まあ、リズミムがこういうカラーのシームテープって始めたような気がしてます。はい、そういうところもちょっと見せるデザインを、はい、してますね。であとビズミムでもかなり、有名な靴と並んで有名ですね、最近もうリュックになるんですけれども、これは今もっぱら通勤に使うことが多くて、まあ、オンオフ両方いけるんですけれども、バリスティックナイロンを、使った、リュックですね。はい、こちらの方が、22リットルですね。バリスティックナイロンバックパック22リットルということで、はい。で、あの、こちらも、まあ、レザー、ハンドル部分がレザーだったり、この底面がレザーですね。これ、カウレザーになるのかな、これはな。はい。で、今でこそね、結構、まあ、素材違い、底面素材違いにするブランドってすごい多く、あると思うんですけども、自分が見てる限り一番最初にここにあのテキストとかあしらったりとか、素材違いのものを使ったりレザー使ったりしたのは本当ビズビームが最初だと思います。はい、こちらのバックパックも発色のいい、これはね黒でもう単色なんですけれども、すごい鮮やかな黄色だったり青だったりで、レザーの部分茶色にしたりとか、まあ、まあそっちの方のがちょっと街で見かけたこともしかしたらある方多いかと思うんですけれども、ビズビームのリュックバック、あのバックパックっていうのはかなりあの特徴的で、これも靴と並んで当時革新的な、まあ、あのバッグでした。はい、以上になります。はい、すいません。はい、まあちょっとね、なかなか語ることが多すぎて、他に何かあったかなって思うともう止まらないので、まあ1回だけじゃ収まらないぐらいなところはあるんですけれども、はい、今回第8弾、ファッションカテゴリーの第8弾はビズビムを紹介させていただきました。はい、ビズビムに関してはね、一度ね、まあ取り扱ってる直営店以外にも、ありますので、見ていただきたい、まあ、特に私は FIL っていうのを一回ね、知らない方は覗いていただきたいっていうのをすごく切に思います。はい、で特にね、ビズミムっていうブランドはすごい流行り廃りに流されない、まあ、トレンドっていうよりも、まあ、エターナルとでも言いましょうかね、まあ、常にもうデザイン哲学にこう触れていたくなるような中村博樹さんプロデューサーがそういう方なので、常に動向が気になる方ではあります。ぜひね、素材の良さだったり、まあ、デザインはもちろんね、使ってっても全然へたれないところも含めて、商品の良さを知っていただきたいブランドになります。ぜひね、ビズビム、まあ、服でもいいですし、靴、まあ、もちろん靴は履いてもらいたいんですけれども、まあ、服であったりとか、まあ、小物であったりとか、何か一回ちょっとぜひ購入していただければなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画まで。バイバイ。